衆院選が明日公示されるのを前に、長野市の中心部に投票を呼びかける懸垂幕が設置されました。長野市の門前プラザに掲げられた長さ13メートルの懸垂幕、県選挙管理委員会が設置しました。県内では10の地域振興局と19の市役所に合わせて51枚が順次掲示されます。前回2021年の投票率は 59.77% で、全国平均を 3.84 ポイント上回ったものの、過去2番目に低い数字です。最近の選挙では投票率が下がっております。ぜひ自分の思いをですね、自分の一票に託していただいて、今後の日本を担う方を自分の手で決めていただきたいと思っております。県内では5つの小選挙区で13人が立候補を予定しています。投開票は27日です。